3。 OKOK、 でここも EQ つけて、今危なかったな。あ、ジャンプが出ない。しゃあないしゃあない。ジャンプ出ないのはしゃあない。ジャンプ出ないのはもう誰も悪くない、うん、誰も悪くないっていうか私のコントローラーさばきが悪いんでしょうけど、いや、あれなんですよ。なんかその三段ジャンプって、そういうリズムでやるじゃないですか。1,2,3 みたいな感じで A ボタン押すじゃないですか。ただこういう風になんかちょっと床が坂道とかになってると、ちょっとタイミングずれるじゃないですか。普段やってるその三段ジャンプのタイミングに比べてちょっとずれるじゃないですか。それが原因でちょっとジャンプボタンを押すのが遅かったり早かったりとかして、それでなんか三段ジャンプ出ないで落ちてしまうと。それも誰も悪くない。もう誰も悪くない。もう今の誰も悪くないの言い方でね、芸人の名前が出てきたらそれはすごいなってなりますけど ね、まあとある芸人を意識したつもりではいたんですけど、絶対伝わんないだろうな。私が結構芸人っていうか、まあお笑いが好きなのでね、結構芸人は知ってるつもりではいるんですけれども、やっぱりなんか茶番でも入れてたあのラーメンズとかのネタは大体好きですね。大体好きですね。てか大体のネタ好きですね。嫌いなネタってそんなないよな。大体好きな芸人さんやってたらどのネタも好きですからね。ちょっとあまり面白くないなってなっても、まあそのネタはなんか、あーラーメンズさんがやってるから面白いなってなりますからね。なんかそういうやっぱり人で判断してしまうところがあるかもしれない。多分芸人さんがもし、同じネタをやるとしても、やっぱり有名な芸人さんと無名の芸人さんでは、あ、タイミング一回こいつのかわして、こいつをかわしてなんとか助走つけないと向こうの足場いけないんで、ちょっと助走つけたい。 OKOK、 やっぱりなんかそういう有名な人がやるからっていうのはどうしても出てきてしまうと思うんですよね。有名な人が多少面白くないネタをやったとしても、まあそれ面白いってなってしまうんでしょうね、きっと。落ち着いて反転するタイミングを待ちましょう。なんかやっぱりそういうところはどうしても出てきてしまいますよ。やっぱりなんか結構ニコニコでもちょっと話題になってたじゃないですか。なんかその最近のニコニコの視聴者は、その視聴者を追いかけ、視聴者じゃないな、投稿者を追いかけるみたいな感じになってきてしまっていると。まあ確かに言われてみればそうだなっていうふうに思いましたんで、私は思いましたんで、私はどっちかというと最近の視聴者側なのでね、そのランキングも別にそのなんでしょう、なんだろう、毎時ランキングっていうんですか、あの1位から300位まで出せるあのランキングでいいなっていうふうに思ってるようなタイプの人間ですので、そんなにその5番上とかがいいっていう風に思ってるタイプではないので、危ない危ない危ない、こう行くおーっつった行くぞーって言おうとしたら行くおーって言ってしまった。さあとりあえずこれで壁キックをして、そう行くおーって言ったらこういう風にうまく渡れるんですよ。そうそうそう、だから私は今行くおーって言ったんですよ。オッケーオッケー、とりあえずこれで足場を渡っていきまして、こっち側のメタル帽子のところに行きましょう。オッケーオッケー、そしてメタル帽子を取りまして、あの溶岩の階段ですか、溶岩の階段ゾーンに行きましょう。これ実際メタル帽子なくてもいけるんじゃないかと思うかもしれませんが、ちょっと長いので、ちょっとあの階段が長いので、やっぱりメタル帽子がないと体力がなくなってしまうかなと。あそこになんかその回転するあのハートみたいなのが一つあればね、渡ることはできるとは思うんですが、やっぱり厳しいですかねと。はい、というわけで戻ってまいりましたよと。あー、ようやく戻ってきましたよと。どんだけ死んでんだと、前回に比べてどんだけ死んでいるんだということでやっていきましょう。危ない危ない、落ち着いて、こいつですね。前回はこいつの謎の壁に阻まれて死んだんでしたね。落ち着け、謎の壁があるときは無理して登ろうとしないでいけ、 OKOK、 乗れた乗れた。でここも謎の壁あるんですよ。ここから2段ジャンプしてあっちの足場に行きましょうよと。あ、いけたいけた。オッケーオッケー。謎の壁に阻まれることなく行きました。オッケーオッケー。で、今度はここですね。ここを、ちょっと炎を行くまで待って、ここのこういう足場があるんですよ。この壁を蹴っていって、向こうの足場に行こうじゃないかという感じになっています。まあ、とりあえずちょっとここでカメラぐるぐるしててもちょっと危ないので、普通に行きましょうか。はい。オッケーオッケー。こんな感じで、ちょ、くんなくんなくんな。
くんなくない？ちょっと一回やっちゃうみたい。こんな感じで、あそこの上実は硫酸になっていましたんで、今みたいな感じで壁キックをして、ここの足場に立たなければなりませんよっていうところだけ話させていただきます。で、結局スター見えるやつがあそこですね。で、なんか下に箱あんなと。まあ、あぶねまあなんか察しのいい方ならわかるかもしれませんが、まあどっちにスターあるかって話ですよね。どっちが本物のスターなんだろうなっていう話ですよね。あの上にあるスターの形してるやつと、あの下にある謎の箱、どっちがスター入ってるだろうなと、スターあるだろうなと。で、今度はここですね。ここを、あの左のここに壁がっていうか、まあなんでしょう、レンガがあるじゃないですか。このレンガを蹴っていって上に登りましょうよと。で、上にあいつもいるんで注意しましょうよということでやっていきましょう。はいはい。で、流砂があるので注意していきましょう。で、ここからあそこの足場に行くんですけど、あそこの足場、あそこの青い足場ですか、あそこの青い足場にあのファイアスウィーパーさんがいるんですよ。あのファイアスウィーパーさんの攻撃をかわしていく必要があるんで、ちょっと難しいですかねと。ちょ、待って、一回落ち着きます。一回落ち着いて、ちょっとここまで来るの結構大変だったんで、ちょっと落ち着かせてください。いきますよ。落ち着いて、3段ジャンプで割ってるか。引っかかってる。ワン、ツー、スリー。OK。かわせました。とりあえず、ここまで来ましたよと。で、あそこの上にあるスターは偽物ですよと。なので、この下にある箱を開けましょうか。OK。これで、ここにスターがありますので、このスターが、今回の、15の1のスターになります。デスカウンター100でぴったりでクリアしましたねと。終わった。思った以上に苦戦しましたね。ファーストステップインエクスプロレーションをクリアしました。ファーストステップ